皆さんこんにちは。私は一般社団法人チーム医療フォーラム代表理事の秋山和弘です。私は外科医として25年ほど、臨床の経験をしてきましたけれども、その傍らでチーム医療を推進するための、外科医として以外の仕事も、やってきました。でそんな中で、最近ですね、感じていること、特にウォーキングっていうものが医学あるいは医療とかですね、あるいはその健康ということの上でですね、非常に大事だなという気づきがありましたので、今日はそんなお話をさせていただきたいというふうに思います。皆さんはこの数字が何だかお分かりでしょうか。ちょっと70前後のですね、数字が出てますけれども、これは、上が日本人男性の健康寿命、下が女性の健康寿命というふうに言われています。でこの健康寿命というのは、最近皆さんお聞きになる機会があるかと思うんですけれども、医療ですとか介護とかのお世話にならずに自立した生活ができる平均的な年齢ですね。で実際国でもですね、国を挙げてこの健康寿命というものを伸ばそうという活動がなされているわけです。で実際その寿命とですね、平均の寿命と健康寿命との間には実は差があるんですね。でそれが男性で9年、女性で 12.68 年と言われています。意外とこの男性も女性もですね、9年であり12年ということで、10年間はですね、医療や介護のお世話にならなければいけない、そういう期間があるというふうに、いうことが分かっています。私自身臨床の現場で、患者さんたくさん見てますけども、それでもその最後の期間が、医療介護のお世話にならないといけない期間が日本人の平均で約10年あるっていうのは、実際のところ実感としてもですね、これは長いなっていうのは実感として感じるところであります。で実際そのがですね、大きな問題となって、なんとなくこう無意識化にですね、人々の生活に影響を及ぼしているんじゃないかなというふうに考えます。そんな中で私たち、そのチーム医療フォーラム、私が運営している非営利の法人ですけれども、そこではその人生のラスト10年問題というふうに銘打ちまして、それに対する対策を、医療およびその周辺のですね、ヘルスケア部門の総力戦でですね、対応していかなければならないんじゃないかなというふうに考えています。我々医療者は、寿命を延ばすとか平均寿命を延ばすということにとらわれて、日々の仕事をしているわけなんですけれども、ただ実際問題、その病気になって死なないための医療ですとか、病気を治すための医療という発想からは、なかなかその次のステップに進めないということがありました。で実際その一番注目しなきゃいけないことは、病気から入るとかっていうことではなくて、私自身はこの人生のラスト10年の問題から入っていくのが得策ではないかなというふうに思います。で実際ですね、そこから見ていくと、なんか違った景色が見えてくるということがあります。医療関係者は、我々は、サッカーのゲームで例えるとゴールキーパーの役割でしかないじゃないかなということを最近思うんですね。病気になって本当にその苦しい状態になった患者さんがですね、なった時に、ちょうどサッカーでいうゴール前にボールを持ち込まれて、それがゴールに入らないようにするゴールキーパーの役割を我々は担っているに過ぎないというふうに思うんですね。実際それを手前のですね、健康を、より健康増進という形に対するアプローチっていうのは、今の医療の診療報酬の制度の中ではですね、基本的にそういうことをやってもいいんですけども、それをやってもですね、診療報酬で反映されないっていうことがありますので、所詮我々はそのゴールキーパーの役割でしかないなっていうふうに思うんですね。で、まともなサッカーの監督であれば、ゴール前にもうボール持ち込まれてきたのを入れられないようにすることに最大限の努力をするよりも、フィールド全体を使ってゴール前にボールを持ち込まれないようにするというですね、そっちの方に労力を割くのが、まともな監督じゃないかなというふうに思います。で実際医療の組み立てにおいても、フィールドゴール前だけじゃなくてですね、フィールド全体を使っていくということに、視点を移していくということが大事じゃないかというふうに思います。で実際その私たちが医療の現場では、病気からこの世の中の国民のですね、健康状態というのを見ていくんですけども、それはゴールキーパーから
ゴール前からそのフィールドを見てるっていう視野に過ぎないんだなと思うんですね。 できれば全体のですねフィールドをこう俯瞰するような立場でいろんな健康のですね施策をしていくべきじゃないかなというふうに考えます。でそういう意味で一つの視点を与えるのがその最後の10年間に視点を当てて見ていくっていうことになります。で実際ですね、日本人の最後の最晩年をですねこのグラフにありますけれども縦軸に自立度というかですね活動度を見ていきまして横軸が年齢になりますけれどもでそれを見ていくと日本人男性の場合は大きく3つのパターンに分けられるということが分かっています。まあ、これ実際統計のデータですの で最近そのピンピンコロリとかピンコロってよく言いますけれども、まあ死ぬまで直前までですね元気でアクティブにですね活動しているっていうですねそういう方が日本人男性の場合は約1割いると言われています。でその他にそれが一つ目のパターンですね。で二つ目のパターンが、割と70歳までの早い時期に、脳卒中ですとか心筋梗塞とか重い疾患にかかってその後割と寝たきりに近いような状態になっていくっていうパターンですね。これが2つ目のパターンで、日本人の男性の場合はそれが2割いると言われています。で残りの3つ目がですね緩やかに下がってくるというこの真ん中のグラフのですね緩やかにこうダウンしていくですねそのパターンなんですね。で実はこのパターンの方が、7割ですね日本人男性でいるというふうに言われています。でこれは緩やかにこう筋力が落ちていってでだんだん動けなくなってくるっていうですねそういうパターンなんですね。でこの現象を見ていくと最近こうちょくちょくそのテレビなどでも取り上げられているサルコペニアっていう状態を表していることなんですね。でサルコペニアって聞き慣れない言葉ですけどもカタカナでサルコペニアって書くんですけどもサルコっていうのは筋肉なんですね。でペニアっていうのは減少なんですけども筋肉減少症というふうに日本語で訳されたりしますけれども年齢が進むに従って、大体50歳以上の人であれば年間に 5% 以上ですね筋肉が減少していくというふうに言われています。加齢に伴う年齢に伴う筋肉減少をサルコペニアというんですけれどもこの3つのうちの7割ほとんどのパターンを占める緩やかに下がってくるというのは減少はサルコペニアの減少であるということが分かってきています。じゃあ今度はですね女性の方を見ていきましょう。女性は残念ながらですねピンコロがいないと言われてるんですね。いないわけじゃないんでしょうけども統計に現れるほどの数になってないというだけでいらっしゃることはいらっしゃるんですけどもまだまだその数が少ないというふうに言われています。それは女性のその社会進出の問題ですとかいろんなことなのかもしれませんけどもいろんなことが要因として挙げられるのかもしれませんけども私の予想では今後ですね女性もピンコロリというかですねそのパターンが増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。一応その3つのパターンのうちのピンコロのパターンはいないということですね。女性はですねほとんどいないという。で女性の方がっかりされるかもしれませんけどもでもですね男性で多かった最初にその脳卒中などでいきなり悪くなって寝たきりが長い期間になってしまうという方が男性2割だったのに対して女性は1割ほどしかいないんですね。でその後の3つ目のですねサルコペニアパターンですねゆっくり下がってくる人のカーブもですねこれグラフ見ていただけると分かるかと思うんですけども男性に比べると緩やかなんですね。ですから割と女性は脳卒中型も少ないですし寝たきり長くですね長患いして寝たきりになる方も少なくてゆっくりその筋肉が落ちてくるパターンの方が、大体9割いるというふうに言われ9割弱ですねいるというふうに言われています。で先ほどフィールド全体を見つめてということをお話ししましたけれども私たちが健康を考えていくときに一番注目しなきゃいけないのは大体3つのパターン最晩年ラスト10年で3つのパターンに分かれていますの でそのうちゆっくり下がってくるそのサルコペニアのパターンが男性で7割女性で9割弱いますので普通であればその属性のそのパターンの方に対していろんなアクションというかですねその施策をしていくのが得策であろうということに気づくはずです。実際この図でもありますけれども緩やかにこう下がってくる緑のですねラインがありますけれどもこれは結局筋肉が衰えてきてサルコペニアになってきますのでその10年の間には3つの節目があるんじゃないかなというふうに私は考えています。
まあ、今これまでですね、多くの患者さんを見てきて、大体この順番で来ることが多いなということを思うんですけども、で一番最初に来るのが歩けなくなる時なんですね。これが一つ目の節目です。で二つ目の節目が、歩けなくなった後にですね、食べられなくなったり、食べられなくなるんですね。食べたり飲んだりができなくなるというですね、嚥下の接触の嚥下の障害が出てくるという時期ですね。で三つ目が、物事が分からなくなるですね、認知症の問題などが三つ目に挙げられてきます。でほとんどこれがこの順番で来ることが多いなということを感じています。ただ実際重い脳卒中でいきなり食べられなくなったりですとか、認知障害が出てきてしまったりとか、まあ、もちろんその若年性のアルツハイマー病などであれば、一番最初 に物事が分からなくなって、食べられなくなって歩けなくなるということが、いろんな順番で来たりしますけれども、ほとんどの方の場合はこの3つの節目はこの順番で来るんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際この人生ラスト10年においては、歩けなくなるとき、食べられなくなるとき、認知できなくなるときっていう3つの節目があるわけです。でこれに関してですね、先ほど申し上げました緩やかに筋肉が減ってきているサルコペニアっていう状態が、まあ、非常に大きくですね関係しているっていうことが分かってきています。でサルコペニア対策には、まあ、筋肉が減るのでやるべきことは何かというと、筋肉を減らさないように努力していくっていうことになるんですけども、短絡的に考えると筋肉が減らないようにするためには運動すればいいじゃないかと思うんですけども、実際最近ですね分かってきたことは、運動しているだけではダメだということが分かってきています。それは栄養も伴った上でということなんですね。で日本人の今食生活を考えてみますと、高齢になればなるほど、栄養のですね状態が悪くなっているということが言われています。その中でも特にタンパクのですね摂取量が減ってきて、それがゆえに筋肉が維持できなくなっていることが原因としてですね挙げられてきています。だそういう意味ではですね、運動してきちんとした食生活を維持していくっていうことが非常に重要になってくる。でそれを通して、この人生ラスト10年のですね3つの節目に対応していくことが可能であるということを話としてですね続けていきたいというふうに思います。まあ、結局ですね筋肉が大事っていうことなん、あ結局は筋肉が大事ということになります。で実際そのちょっとですね面白いデータをですね紹介したいんですけども、まあ、これは科学的な正式な論文になっているわけではないんですけれども、日本人男性のですね筋肉の、値段ということなんですけども、皆さんどうでしょうかね。筋肉 100g、 スーパーでよく肉ですね 100g 単位とか買ったりすると思うんですけども、日本人男性の筋肉が、どのぐらい値段するかっていうですねことをちょっとお話したいと思うんですけども、実はですね日本人の男性の筋肉は、100g 25万円というふうに言われています。女性に至ってはですね37万円と言われているんですけども、まあ、これはそのスーパーで売ってる値段というわけではないんですけども、筋肉が 100g 減ると医療とか介護に必要な費用が、まあ、これぐらいかかるだろうということが言われているわけです。で実際その女性はですね男性に比べて筋肉の総量が少ないですので、さらにですね37万円という形で多くかかるんですけれども、これくらいですね 筋肉っていうのは価値があるということが言われています。で実際その神戸牛とかですね、この間のデパート行って調べてきましたけれども、まあ、せいぜい3500円ぐらいっていう点で考えるとですね、やっぱり我々の特に高齢者のですね筋肉がいかに価値あるものであるかということが言えるかと思うんですね。で今最晩年でラスト10年で筋肉がどん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 減ってくるっていうことをお話ししてきましたけれども、今私たちそのやるべきことは老後のことを考えて貯金する人多いと思うんですけれども、老後のことを考えるんであれば貯金を銀行に貯金するんじゃなくて、できればですね筋肉に貯金する、この筋肉の方に貯金するということが大事じゃないかというふうに思います。で、まあ、これダジャレみたいな話ですけども、蓄える筋肉に蓄えるというですね、こっちの方がより重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そう考えるとですね、日々のこう日常生活においてもですね、ちょっと面倒でも自分の足を使って出歩いていこうとかですね、そういう気にもなろうかというふうに思います。で実際それを通して、国のですね社会保障費なども減ずることができるはずですので、ぜひこれですね皆さん実践していただければというふうに思います。でここでちょっと一つ
面白いデータをですね、データですかね、その面白い絵をですねちょっと出してみてるんですけども、上の方が GDP ですね。我々はこれまでの価値観、特に日本は経済優先で来たと思うんですね。で、GDP がこの世の中を支配するですね、なんていうんですかね、第一にこれが皆さんの関心になってて、政治でもですね、いろんなその、経済の活動においてもですね、GDP を意識したこと、意識していろんなことがなされているかと思うんですけども、これからの時代をですね、先ほどはその筋肉の値段という話しましたけども、日本人の新たなる目標として GDP を超えてですね、私は提唱したいのは GDM っていうのをですね、提唱したいと思うんですけども、ここまでですね、筋肉のお話をしてきまして、勘のいい方はもうすでにお分かりかと思うんですけども、この GDM の M はですね、筋肉ですね。で、国を挙げてですね、国民の総筋肉量を維持していくっていうことがこれから重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。実際その社会保障費を減らしていくためにはですね、国民の特に高齢者の筋肉が減っていくことに対してですね、いろんな施策が必要だろうというふうに考えるわけです。で、例えば2020年に東京オリンピックがありますけども、東京オリンピックの時に、世界が日本に注目をしてくるでしょうけれども、その時に日本社会はもう超高齢社会になっているわけですけれども、世界が日本に注目した時に、日本はそれまでの GDP 中心の生き方から、あるいはその、その経済中心のですね、生き方から、GDM の生き方に、彼らは GDP から GDM に移行したということが言えればですね、これは世界にとってもですね、大きなアピールになるんじゃないかなというふうに思います。かつてブータンという国が GNH というですね、ナショナルハピネスということを提唱して、世界に先進国にもですね、大大なこうインパクトを与えたわけなんですけども、先進国でなされるオリンピックのその場において、我々人類が次なるステップに移行するときに、経済中心の生き方よりも、もうこの筋肉ですね、筋肉というと変ですけども、命ですね、命を大事にする、そういう社会を私たちは目指していくということを提唱することができれば、世界にとってもですね、大きなアピール、貢献になるんじゃないかなというふうに考えています。筋肉の話をしてきましたけども、筋肉が大事っていうことの中で、すごいですね、オリンピック選手みたいな筋力を鍛えるですね、激しい運動ができる人はそれをもうぜひやっていただければというふうに思います。ただ問題になるのはですね、高齢者の筋肉量になりますので、高齢者が誰でもできるそういう施策っていうかですね、ものが提案されないといけないというふうに思っています。で、そんな中で、私はですね、ウォーキングがですね、非常にいいそのものではないかなというふうに思います。で、実際ですね、これはアメリカのデータになりますけれども、歩くスピードが寿命にものすごく関係しているということが分かってきています。このデータはアメリカの3万人の人の15年間 の期間 の, です、ね、データなんですけども、これを見るとですね、歩く速さが速い人ほど各年齢層において長生きできるということなんですね。早く歩ければ歩けるほど長生きできるというのは、こんな綺麗なですね、曲線で現れています。で、この中には心筋梗塞ですとか、がんの方ですとか、いろんな方入っているんですけども、ものすごいその大きな数で見ると、そういうものが相殺されて、こういう綺麗な曲線で表される。結局歩く速度というのは筋肉量にものすごく比例してきますので、日々のですね、歩く速度に注目して、速く歩ける体を維持するっていうですね、速く歩くためには筋力が必要になりますの で実際歩くことを私が提唱する一つ の, その強調したい点はですね、上半身 の, 体重の負荷が荷重がかかりますので、歩くことによって私たちは下半身の筋肉をですね、かなり鍛えることができるんですよ、自然にですね。で、実際その人間の筋肉の7割が下半身にあると言われてますので、歩くことは非常にですね、その筋肉を維持し、かつ場合によってですね、向上させる上で非常にいいですね、やり方ではないかなというふうに思います。実際この女性の場合もですね、このような形で、女性の方がですね、早く歩ければ歩けるほどのその年齢が伸びる差がですね、男性よりも多いんですね。だ、特にその女性の方にはですね、頑張っていただいて、筋肉量がですね、衰えないように、
していただきたいというふうに思います。で、実際ここでですね、ウォーキングのコツ、そんなに難しいことではないんですけども、ちょっとその話をですね、ポイントを絞ってお話しさせていただきたいというふうに思います。では、ウォーキングもですね、早く歩くことが大事だっていうふうなお話をしましたので、ウォーキングのコツにおいてもですね、その点から説明したいというふうに思います。で、実際早く歩くためにはある程度のですね、歩幅が必要になるんですね。幅がですね、歩く幅がですね。で、普通の人ですと一歩半とかですね、高齢者の場合はですね、ただなるべくそのまたいだ時の歩幅がですね、自分の足の 2足以上ですね、あるように意識されるといいかと思います。で、実際その歩幅を広げて早く足送りをするっていうことが必要になりますので、そうすることで逆に筋肉が鍛えられるわけなんですけども、で、そのために4つのコツがあると言われています。で、まず最初に歩幅を作るために膝を上げるということが必要です。膝をある程度上げて、で、その後ですね、かかとから着地するっていうですね、ことが2つ目のポイントですね。膝を上げて、歩幅を作るために膝を上げて、で、その後かかとからつくですね。で、その時は激しくかかとをつく、バタンバタンつくとですね、膝を痛めますので、静かにというかですね、激しく膝とかその衝撃がですね、伝わらない範囲で、かかとから入って、かつ体重の移動においてもですね、なるべく滑らかな動きをするといろんな筋肉が鍛えられますの で、特に高齢者の場合は転びやすくなるっていうフレリティっていうですね、現象も同時に出てきてますので、それを補う上でもですね、バランスを取りながら歩くためには、この進むこうバタバタ音を立てて歩いているというよりは、なるべくその静かにですね、音が出ないような滑らかな歩きっていうのをこう頭の中でですね、イメージされるといいかと思います。で、実際その後滑らかにこう体重移動を滑らかにしていって、最後に後ろの足の親指で蹴るっていうですね、この蹴ることによってある程度最後の歩幅が広がりますので、それを意識してこの4つのポイント、膝を上げてかかとから入って、で、体重移動は緩やかに滑らかにして、で、かつ後ろ足で蹴るってですね、それをすることである、程度スピードがですね、出るようになるというふうに言われています。で、実際歩く時のですね、目線はだいたい20メートルぐらい先を見て、下向きにならないということが大事かと思います。で、あとですね、いい歩き方と悪い歩き方っていうことで、いい歩き方っていうのは逆に説明しにくいんですね。で、悪い歩き方を説明することで、いい歩き方のイメージがつきやすいと思いますので、その点をちょっと実演で見ていただきたいというふうに思います。じゃあ悪いですね、歩き方っていうのをちょっと説明したいんですけども、よくシルバーカーというのはありますよね。あれでこう歩いてる方いらっしゃるますけども、歩き方は実はですね、足がですね、前に出ないですね。シルバーカーの前の方が邪魔になってですね、そうするとですね、こういう歩きになっちゃうんですね。これって結構皆さん意識しないと、ましてそのシルバーカーを使うと、そういう歩き方な必然的になってしまうんですね。で、目線も下になるし、歩幅も出ないですし、膝なんか上げられないですから、ああいう歩き方をしていると良くないということですので、やっぱりこういう歩き方になっちゃうんですね。そうするとですね、そうすると膝も上がってなければ、かかとからもつけてないですし、歩幅も全然出てないし、蹴ることがないんですね。まずこういう歩き方ですね。で、これは非常に悪い歩き方になりますので、その逆を意識するといいんですね。で、そういう点ではまず膝を上げて、かかとから入って、で、緩やかに滑らかに体重移動して、最後にこっちの足でこう蹴るですね。それで歩幅が出ますので、で、こう横から見た時に、この歩いた形がですね、この人の字にですね、綺麗な人の字になるといいと言われています。それだけこう前傾にもならず、こう後ろにも反り返ることもなく、自然な形でこう歩いてるんですね。で、しかもちょうど頭のてっぺんを吊るされているようなですね、感じで、ただこう背伸ばししたですね、姿勢でこう歩けるといいというふうに言われています。で、実際歩いてみますと、こういう
歩き方ですね。で、今そんなに歩幅出てませんけども、なるべくその正しい綺麗な姿勢で歩くことを意識されるといいと思います。私ヘルスウォーキング指導士っていう資格で、患者さんの患者教室とかやってるんですけども、その時にイメージするのは横から見た時に先ほど申しましたけれども、人という字になるようなイメージで歩くといいっていうふうにお伝えしています。まあ、実際もう一回こう歩いてみますと、こうですね。なんかさも自分がこう綺麗な歩き方をしているっていう意識を持って歩かれると非常にいいんじゃないかと思います。で、そのさらに、少しでもですね、早く歩くっていうことが大事になりますので、で1日1万歩歩く必要はないと思います。私自身も1万歩歩いてませんので、それよりはですね、短い時間でも3分とか5分とかでいいですので、早い時間で歩くことを何回か繰り返すっていうことをすることによって筋肉がつきますので、ゆっくりですね、だら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 長い距離歩くよりは、そういうメリハリのある歩き方をすることによって下半身のですね、筋肉は鍛えられますので、より早く歩ける体が維持できて、まあ、引いてはですね、寿命が、健康長寿が伸びるっていうことになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今ウォーキングのですね、実際のコツっていうのをお話ししましたけども、本当のところ言いますと、本当のなんですかね、ウォーキングの一番のコツとか技術っていうのは、毎日歩き続けることことなんですね。その動機づけっていうか、諦めないで歩き続けるっていう工夫とかが一番のコツなのかなと考えたりします。やっぱりそのだんだんこう筋肉が減ってきますと歩くのが億劫になってきますので、それを押してやっぱ歩き続けるっていうことがですね、非常に重要になるんじゃないかなというふうに思います。で、さらに中盤でですね、お話しした人生ラスト10年における3つの節目っていうのがありましたけども、歩けなくなって、食べられなくなって、認知できなくなるっていうことが挙げられてますけども、食べられなくなることがですね、実は歩き続けてると食べられるっていうことが分かってきてます。というのは、歩き続けて筋肉ですね、足の筋肉とか上腕の筋肉、骨格筋が減るとですね、だんだんそれが減ってくると舌のですね、筋肉がだんだん減ってくるということが分かってきています。まあ、言うなれば、その骨格筋と飲み込んだりするときに必要な舌、あるいはこの嚥下の筋肉が比例しているということが分かってきてまして、歩けなくなって骨格筋が減ってくると食べるための筋肉も同時に衰えてくるっていうことが分かってきてますので、歩き続けることはすなわち歩けなくなることだけの対応ではなくて、食べられなくなるため、食べ続けるための対策でもあるということです。で、3つ目の節目のですね、認知できなくなるということに関しましても、最近認知症の治療でものすごく注目されているのは運動療法なんですね。運動することっていうことが認知症の治療に役立つってことが分かってきてまして、で実際その予防に関してもですね、自分が好きなところに好きな時に移動できて、で好きなものを食べて、その食べたものが美味しく食べれるっていうことがですね、脳に対してものすごくいい刺激になっているってことが分かってきてますので、最終的に極論で言うとですね、どんだけ長くですね、どれだけ長く歩き続けていられるかっていうことが、最後の10年間をまあ、ハッピーにすることのですね、最重要な課題ではないかなっていうふうに私は考えます。で、ここでですね、最後のこう変わったちょっとスライドを出してますけども、これは日本に古くから伝わる格言です。読み上げますと、一番大切なことは一番大切なものを一番大切にすること。この一番大切なものが、私たちはこの日本社会が非常に便利になって、お金で何でも融通できるようなですね、便利な社会になってしまいましたので、一番大切なものが、お金になってしまっているような気がするんですね。ただ今冷静にですね、ラスト10年の問題ですとか、今日話した筋肉が大事とかいう話をしていきますと、やはり一番大事なものは、私はその命じゃないかなというふうに思います。私たち一人一人に与えられているその命ですね、これがやっぱり大事なもので、これを大事にする社会を私たちは作っていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。ですから、その一番大切な命を一番大切にしていくことが、私たちこれからの日本にとってですね、一番大切なことなんじゃないかなというふうに思います。
まあ、今日はそのウォーキングの、大切さというものをですね、まあ、いろんな角度でですね、お話をさせていただきました。ぜひ皆さんですね、筋肉の貯金を日々の活動の中で意識してですね、していただければというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。